タバコを吸わない恋人にこう言われたんだ。私はタバコを吸うあなたが嫌いなんじゃない、あなたの歩きタバコが苦手なんだ。でね、それ以来喫煙所でマナーを守って吸っている。望まない煙を避けるためにも喫煙所はあるからな。ああ、お互い満足だ。その喋り方俺の真似か。お前が真似しとったんじゃろうが。お前岡山出身なのか。ニューヨークじゃ。じゃあ吸う人と吸わない人の距離を喫煙所で作るソーシャルディスタンス。